こんにちは、ブレイナーズの小林です。このビデオではですね、ブレイナーズクローンシステム、このブレイナーズクローンシステムとは何なのか、どういった性質を持っているのか、そういった点についてですね、お話したいと思います。ブレイナーズクローンシステムっていうのはですね、私が付けた名前です。私自身がですね、利用する定番アイテム、それを集めた、総称なんですけれども、現在ですね、もう他のビデオでもお話してますけれども、B ファンダメンタルというのはですね、私たち自身がですね、実際に商品販売、クラブ運営に使っているサイト構築のツール群です。それを総称したものをブレイナーズクローンシステムと呼んでいます。今ご覧いただいている通りですね、当初はですね、インスタビルダー、インスタテーマ、インスタメンバー、バックアップバディ、この4つの、プラグイン、そしてテーマから構築しておりました。これまでにですね、もう何百というですね、さまざまなプラグイン、テーマを、購入して、テストしてきたんですけれども、最終的にですね、私がもうこれからはこれでいくぞと、やっと決めることができた、優れもののモジュールを集めていると。つい最近、リリースしたんですけれども、この4つに加えてですね、3月の21日、このビデオを収録している当日なんですけれども、2ついいものを見つけたと。いいものっていうのはですね、使えると。私がブレイナーズクローンシステムに入れる、モジュールっていうのはですね、とにかく使いやすい、そして効果性がある、できうる限り高度な機能を持つといった視点から選んでおります。いくらですね、高度な機能を持っていても使い勝手が悪い、時間がかかる、労力がかかる、成果が出にくいっていうようなものは全て排除しております。ですから実際にですね、この中に入っているプラグインよりも同じ用途であれば、より高度なプログラミングから構成されたプラグインなんかも実際うちも取り扱っておりますし、別の窓口から販売もしております。しかしですね、私自身がですね、文系人間の私自身が日常的に使い、なおかつ効果を出せるといったものに絞り込んでおります。今日ですね、2つ追加したヒーローキャスターとスキャスティービルダーなんですけれども、ヒーローキャスターっていうのはですね、B キャスターで販売しているプラグインなんですけれども、ちょっと実例を見ていただけますかね。例えばですね、これが B ファンダメンタルのメンバーエリアなんですけれども、クイック、スタートガイド、これをビデオで設置しています。当初はですね、インスタテーマの中にあるビジュアルエディターの機能としてビデオを設置するというものがあったんですけれども、それですと、ビデオをシェアするためのリンクが自動的に表示されてしまうというのと、あとは全画面表示ができないと。特に操作説明等ですね、細かいところの説明が必要なものに関して、お客様から全画面表示できないかと、拡大もっと大きくできないかというふうな問い合わせもあったもんですから、いろいろとちょっとテストをして使いやすい、時間かからずに準備できる、そういったものを今日選定しました。ちょっと見ていただきたいんですけども、クイックスタートガイド1ですね、こちらサムネイルをこちらに表示してるんですけれども、クリックします、サムネイルを。そうするとですね、非常に大きく拡大されると。ポップアップで出るように設定してます。なおかつですね、もしご希望があればですね、全画面表示、このようにですね、全画面表示も可能です。これは実際ポップアップしないようにすることもできますし、テキストリンクからポップアップ、サムネイルからポップアップ、こういったことも簡単にできるんですね。そして、ビデオを一元管理できると。次にですね、カウントダウン、スキャシティビルダーっていうのはカウントダウンなんですけれども、正直なところ、インスタビルダーにもカウントダウン機能というのがついてますので、新たに追加しなくても設置はできるんですけれども、やはり使い勝手、そしてデザイン性、それを考えるとですね、本日、今朝発売になったですね、スキャシティビルダー、これがいいんじゃないかなと。カウントダウンタイマーも数多く取り扱ってるんですけども、これが一番迷わずに直感的に、開いた直後から、もう私でさえもですね、何も考えずにすぐに設置ができたと。
まあ、日時、エバーグリーン、そして IP アドレス、まあ、様々なですね、用途にも対応することができます。はい。このようにですね、ブレイナーズクローンシステムっていうのはですね、常にその時に私が定番として、もう日常的に使うっていうものだけを厳選しています。ですから今回2つのプラグインが増加されましたけども、まあ、もしかしたら今後より良いものが出れば取って変わると。はい。そういうふうにですね、常に私の定番、ブレイナーズと全くその同じ定番をですね、あなたも手に入れることができると言ったものが B ファンダメンタルです。はい。まあ、ぜひですね、このですね、B ファンダメンタル、あなたもですね、私たちと同じように、そしてどんどん進化する私たちのプラットフォームをですね、あなたにも手に入れていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。